はい、こんにちは、みんな。今日は最大種のフクロウ、シビレイワシミミズクの体重測定やっていこうと思います。以前このチャンネル内やツイッターの方で体重測定やってみたっていう投稿をしたことがあるんですけど、定期的に記録していきたいので、またこうやって動画にすることにしました。体重測定の頻度はだいたい2週間に1回程度を目安にやってるんですけど、実際のところを言うともっとサボっちゃったりしてますね。毎日同じ量の餌食べて同じ運動量で餌への反応が変わらないんであれば、そもそもそんなに体重が変わるものでもないんですよね。ただバフィーは大型種だからっていうのがあるんで、小型から中型くらいならもっと気を使った方がいいのかもしれないです。で、始める前に参考までにカラスの体重なんですけど、だいたい500から600グラムくらいらしいです。みんなのペットはどのくらいですか？よかったらコメント欄に書き込んでいってください。それでは絶叫マシン行ってみよう。OK。 さあ何キロだ？2.2 キロ。前回と変わらないですね。見ていってくれてどうもありがとうございます。また次の動画で会いましょう。またね。